平壌開催が決まった26日の北朝鮮戦へ向け、森保ジャパンが早くもアウェーの宣礼に直面した。協会関係者によれば、今週に予定していた平壌視察を3月から再開されたとされる北京、平壌の定期便では一度帰国できないことが判明し、断念。人工芝のキム・イルソン競技場の下見ができないなど、 ほぼぶっつけ本番に近い形で試合に臨むことになった。現状で視察部隊は21日のホームゲームの2日前にピョンヤン入りする予定だが、現地情報を共有できるのはチームが現地入りした後。したがって選手は複数の人工芝用スパイクの準備を強いられるほか、即時対応が求められる。森安監督もこの日、想定外のことはあると思う、と覚悟を示した。また、 この試合の中継については、放映権を持つ北朝鮮が国連などの経済制裁措置を受けているため交渉は、難しい状況、日本協会、山本ナショナルチーム大レクター、となっており、昨年11月のシリア戦に続いてインターネット配信を含めて行われない可能性が高くなった。